警告。HMCL 及びオフライブによる承認が必要。あなたがアクセスを試みているファイルはレベル4、2000クリアランスを持つ人員にのみアクセスが許可されています。このクリアランスは通常のレベル4セキュリティプロトコルに含まれません。必要なクリアランスなしにこれ以上のアクセスを試みることは財団による雇用の終了、すべての教育上、医療上、退職後、あるいは死亡時の福利厚生を取り消す根拠となります。資格認証のため、あなたはこれをもって基地の情報災害的画像に暴露されることに同意することとなり、あなたが画像に対する予防措置を受けていることを確認します。認証されていないアクセスの場合、このコンソールは操作不能になります。保安要員が派遣され、あなたを蘇生した後に尋問のため留置房へ護送することになります。財団のイントラネットに接続されていないいずれのコンピューターからこのファイルへアクセスを試みることも、クリアランスに関わらず即時終了をもたらすこととなります。意識が確認されました。ファイルを取得します。お前たち人間は理解しない。そして私は決して理解することはないだろうと思う。アイテム番号 SCP-2000 オブジェクトクラスタウミエル特別収容プロトコルSCP-2000 の入り口はイエローストーン国立公園内の放棄されたパークレンジャーステーションに偽装されています。民間人による幾度かの不法侵入の試みにもかかわらず、施設の記録された歴史上入り口は破られておらず、さらなる物理的封じ込めは不要であると思われます。SCP-2000 に対し、プロトコル、プレインサイト、201が実施されています。必要な物資と補充要員は無標識のロードビークルあるいは民間のヘリコプターによって輸送しても構いません。レベル4、2000未満のクリアランスを持つ人員は SCP-2000 及びその封じ込めと維持に関わるあらゆる手順に言及する書類へのアクセスが許可されません。レベル5、2000未満のクリアランスを持つ人員は SCP-2000 のサブレベル3より下への侵入が許可されません。SCP-2000 に割り当てられたすべての人員は神経学的アーキタイプスキャンを月ごとに受けねばなりません。サイトに配置された人員は現地で保存するため週ごとにスキャンを受けねばなりません。現地に配置されたレベル4、2000以上の人員は割り当て期間中にイエローストーン国立公園を離れることが許可されません。随意のあるいは強制的な移動の際にはクラス A 記憶処置が施され、他の高セキュリティあるいはハケてる QSCP オブジェクトへの割り当てと整合する虚偽記憶が埋め込まれます。SCP-2000 の HMCL 監督官、現時点ではチャールズ、キアーズ博士、とオフライブコマンドの採用によって追加の人員が SCP-2000 に割り当てられ、一時的にレベル4、2000クリアランスを与えられることがあります。SCP-2000 の外装は敵対的異常妨害の進行を妨げるため、20メートルごとに六角形型に並べられたスクラントン現実病 SRA によって囲まれています。各 SRA の機能は年2回チェックされ、必要に応じて交換されねばなりません。SRA の構成部品を修理する技術職員は文書 SRA33 の 1.0.7 版を参照しても構いません。施設全域にわたる定時溶滝温流を維持可能な5つのシャンク、アナスタサコス工場時間工、ザクツ、最大出力レートは各100ワットです、が設置されており、月ごとに整備されます。座屈を整備する技術職員は文書座屈、864の 1.3.0 版を参照しても構いません。キリーマン多様体がサブレベル4の入り口で起動されており、いついかなる時でも開かれたままでなければなりません。多様体の機能不全が発生した場合、直ちにプロトコル、デッドユークリッド、101が実行されねばなりません。
その他非異常生命体の維持及び供給システムは財団の標準メンテナンスプロトコル、セクション 101.5、ミッションクリティカルコンポーネントに従って維持されます。SCP-2000 の維持と補修のためには可能な限り人食い的な材料及び資源が用いられます。SCP-2000 の存在あるいは機能を損なわないいかなる K クラスシナリオの事案においても、手順 CYA-Q は可能な限り直ちに実行されます。残存する地球上の財団施設はシナリオの展開を監視し、残存するすべてのサイトが文書2000クスカック1.9に定められる SCP-2000 からの問い合わせに、警戒解除の応答を返すまでが2目で、プロトコルに基づき可能な物的資源を保持します。警戒解除、コードが受理されれば、手順ラザルス、1が実施されます。管理官覚書。私はこの文書が恒久的に記録されることを望むし、私はあなたが以下に述べることをあなたの知性に対する侮辱だと考えるかどうかはそれほど気にしていない。つまり、以下の事項はまさに重要なのだ。この装置は決して SCP オブジェクトやそれらの交差試験に対し油断を持って当たる、より大きなリスクを取る、あるいは何にせよあなたが念頭に置いていることの弁明にはならない。一時封じ込めは未だに我々が生き残るための見込みとして最良のものである。そうでなければこれほど広範な隠蔽を行う理由はない。我々は宇宙型だ、ノー、というまで神の不信を幾度も先延ばしにできるだけなのだ。この数十年間我々が対処しなければならなかったことを考えるに、どうやら我々はそのような地点をすでに通り過ぎてしまっていたようだ。専任管理官ウィリアム、フリッツ博士。説明、SCP-2000 は元来過去、年以内のいずれかの時点で建造された財団の地下施設であり、その目的は人類の絶滅あるいは地下絶滅を伴う K クラス世界終焉シナリオが避けられない事態となった際に文明を再構築することにあります。その発端から、SCP-2000 は少なくとも2度起動されています。SCP-2000 の建造及びその想定される最初の使用に先立つ歴史に言及する財団の記録は失われています。この情報の消失が偶発的なものか計画されたものかを特定することは不可能です。施設の基幹部位は地下75メートルから始まり、100メートルの深さまで広がっています。機密を保持したまま SCP-2000 全体を再構築するために必要とされる技術の範囲は手に負えないものですが、SCP-2000 の全てのサブシステムは実験室環境下での再作成に成功しています。その維持にかかる設備と全ての手順は自然界にありふれたものです。SCP-2000 の機能に必要な財団の非業技術に関わる情報は文書 2000SSEX を参照のこと、施設の私有電源は全出力 1GW の液体フッ化トリウム反応炉、ルトフア、であり。反応炉の寿命は最大容量で70年です。地熱発電機が地域の火山活動を活用するために併設されています。この発電機の電力供給によって施設は無期限の待機モードに入ることが可能です。SCP-2000 は最大1万人の人員を恒常的に生命維持可能な浄水施設、待機浄化及び再利用システム、水耕栽培等及び居住施設を含んでいます。主要任務遂行のため、SCP-2000 には50万のブライト、ザーション比とか複製機、ブツアが組み込まれています。最大生産時に SCP-2000 配置日あたり10万の生存可能な人食い人間を生産可能です。ウォームアップ期間は5日です。域内の種樹の温泉及び地下のマグマ流から原料を集めるためにリーマン輸送艦を、また基地の全ての人対立遺伝子のデータを格納したコンピュータメモリバンクを用いることで、このシステムは任意の失われた人遺伝子を再創造する、あるいは人類の文明を再構築するのに必要な新規遺伝子を生成することが可能です。研究者覚書。維持試験と緊急の場合を除き、物はシステムの使用は現在のところ中止されている。CYA-2 は未だ、続行中、である。可能性のある適正体の進行は未だ調査中であり、本データベースをデバッグすることは非常に困難であることが明らかとなっている。我々は未だ基準を大きく上回る先天的及び遺伝的欠陥の分布を観測している。
現時点で、新標本の生存能力は約 60-75% としか保証できない。ホイ2000、一を参照のこと。クリストファー、ラーション医学博士、生命技術研究開発担当。お前には彼らを戻すことはできない。この工程によって生産される人類は5日間の孵化期間を延長することなく任意の年齢まで成長させることが可能です。構成上の特徴に加え、ブツアはクラス G 幻覚剤の投与と発育上の催眠療法の併用による記憶埋め込み能力をも保持します。最低1名の生き延びた人間が SCP-2000 を起動してジュン・ラザルス、1を開始できるように、レベル4-2000以上のクリアランスを保持する人員を含め、多数の財団人員の生育歴、神経学的アーキタイプスキャン、および遺伝子は保管されます。ガニメで、プロトコル実行後、財団による K クラスシナリオの妨害が失敗したことを意味します。SCP-2000 のセキュリティシステムはロック解除され、任意の財団の職員による手順 CYA-Q への着手が可能になります。その20年のちに SCP-2000 が非活動状態のままであれば、セキュリティはさらに緩和され、任意の非特異人的存在の設備へのアクセスと手順の着手が可能となります。一旦起動されれば、SCP-2000 の内部監視システムはすべてのレベル4-2000クリアランスを保持する人員の所在を特定し、その健康状態を評価しようと試みます。機関人員が見つからなかった場合、ファイルから直近の神経学的アーキタイプスキャンを用いてその人員は複製され、他のすべてのシステムの初期化に先立ち覚醒されます。お前はそれを捕まえたか？これらの人員が蘇生された後、セキュリティロックは通常機能を回復させます。利用可能な付随する選択肢の完全なリストを閲覧するため、レベル5-2000人員は文書2000、CYA-Q にアクセス可能です。文書2000クスカック 1.9 で定められる警戒解除コードの受理は他のすべての財団施設が稼働していない限り免除されることに注意してください。そうでない場合、手順 CYA-Q の元に蘇生されたセキュリティ及び機動部隊要員はすべての残存する財団施設にその機能と局所現実の完全性を確認するため派遣されます。手順ラザルス、1は認証されたレベル5-2000財団職員が望ましい、復旧日時、を SCP-2000 の物はコントロールユニットに入力することで開始されます。そして、利用可能なユニットはその時代における結出した政治的及び文化的指導者をファイルの記述的、遺伝的情報を利用して製造開始し、同様に選択された時代に整合する世界規模の一般大衆の複製も行います。SCP-2000 の床面積の大半は建築資材、建築器具、工場機械、農機具、及びコンピュータのデータベースストレージの貯蔵専用になっています。インフラ上の配慮に加え、数千の著名な美術作品、音楽、文学作品、及びワールドワイドウェブの完全なバックアップのコピーからなる広範な文化基盤が他の収蔵施設が破壊されるような事象のためサイトに保存されます。HMCL 覚書。本覚書は全繰り返し機関のラザルス、1の収容時における記録内で発見された。研究者覚書。たとえもう一度やる必要があったとしても、再開日時をイベントの20年以上前に設定してはならない。そうしないことによって、多くの破壊されなかった構築物を再活用できるだけでなく、連続性を回復することが非常に容易になる。削除済み、年は多すぎる。我々は職員2年大学的詳細を再建する必要なしに銀行及び農業業の要求に関する時間を節約できるよう懸命に努力をさせている。それに、我々は20世紀のどれだけの部分を本当に上書きしたいのか？一体何の？一つの、世界大戦。でさえ注意を払っておくのには十分ではないのか？ヘンリエッタ、アイゼンハワー博士、歴史担当。私は SCP-2000 の終身 HCML としてこの要請に敬意を表する。現在議論中の公式書類はこの変更を取り入れて変更される。世界大戦は2つで十分だ。運任せを3度やる必要はない。
チャールズ、ビアール博士、HMCL 監督官。お前はすでに失敗している。サイト外に居住する最初期の補充人類は SCP-2000 の存在と彼らが生み出されることとなったその機能について知らされていなければなりません。この方策は新規に構築された人類に直接に再構築と再入植の努力を行わせることを推進し、また再構築に適切な技術は最初に構築される500万人の分布の増大のために前もって選択されています。世界人口が増大するにつれ、地理的な離散及び再構築は加速し、経済及び農業インフラの回復を可能な限り早く可能とするでしょう。一部の補充人類が初期修復期間を生存できないことはあり得ることですが、そのような個人は全ての主要な人口拠点と財団施設が完成するまで無期限に再生産可能です。この期間中の財団管理資産は、歴史の連続性の体裁を保つ必要性から年輪年大学的、天文学的、及び放射測定学的日時の記録の改ざんに集中されます。詳細は文書2000、立根 2.3.3 版を参照してください。計画の完遂の前に自然生息地の顕著な割合さえもが破壊される事象の場合、認可された急速再生長法に関する文書2000、オネティア 3.0 版を参照してください。世界人口、製造能力、農業生産、及び文化は手順の開始後25から50年で西暦2000年の水準まで復元可能であると推定されています。手順ラザルス、1終了時に、記憶処理剤 N5 が大量に散布され、再構築人類に財団の資産に対する彼らの協力関係を忘却させます。その後歴史は指定された日時から再開されます。各手順は人類の社会学的相互作用の非常な複雑さにより、必然的に人類の事件の成り行きを変えることとなります。以前の手順ラザルス、1の完遂の観測に基づいた予測性のある社会学的モデルの研究が実行中です。HMCL 覚書、現時点をもって行動上あるいは文化上の修正に対するこれ以上の提言は受け入れられない。人間性の暴力的、社会病質的傾向を改善する思考はすでに行われ、成功したと判断されている。第2繰り返し期間の被験者を用いた実験から、これ以上の修正は技術的及び社会的発展が顕著に抑制されるほどに不屈さが蝕まれるであろうことが示唆されている。さらなる情報は実験記録、お参照のこと。チャールズ、ギアーズ博士、HMCL 監督官。文書2000、SS、EX。以下の情報によって特に SCP-2000 プロジェクトのために開発された技術の基本操作上のパラメータが確立しました。この技術は異常に思われるかもしれませんが、すべて有効な封じ込めのために財団が現在用いている検証可能な科学的原理に基づくものです。スクラントン現実病、SRA、の開発は SCP-2000 の初起動に先行するようで、ロバート、スクラントン博士によって1889年になされました。SRA の本体及び回路の大部分は耐腐食性のドーベリウム合金製です。データ削除済み、から回収された、常人の現実歪曲ポテンシャルを増強することによって現実の正常性を増幅するアーティファクトから着想を得ています。SRA の構築のために必要なドーベリウム合金を生産するコストのため、本デバイスの財団全体にわたる導入は効果範囲が2立方メートル以下のものに限られています。1。やめろ。研究者覚書。SRA が機能する機構とその発想の源は私が明らかであってほしいと望む理由によって全ての現実歪曲存在から秘匿されねばならない。認証されたレベル6、2000保守技術職員だけがこの文書にアクセス可能となっている。どの SCP-2000 担当スタッフがあなたに自分はレベル6、2000保守技術職員であることを明かしたとしても、オーフアイブコマンドに彼らが再割り当てされ、記憶処置療法を直ちに受けられるよう報告すること、これは処罰ではなく、正当な保安上の懸念事項である。もしこれらの装置が傷つけられることがあったならば、我々の泥船もそうなるのだ。ローウェル、ヘンリー、ピエドモント博士、秘境封じ込め担当。
シャンク、アナスタサコス工場時間工、ザクツ、は高架上の及ぶ範囲にわたる因果流を安定化させるための装置です。ザクツは多気温上放射装置と結合したラジオ波領域の光子出力電磁放射、によって透過性のある事象境界を作り出し、有機的及び電子的システムには影響を与えないままに定常因果環境を維持します。還元すれば、少なくとも一つのザクツが稼働中である限り通常であれば SCP-2000 が構築されることを妨げるような時間異常は効果をもたらしません。財団内でザクツデバイスの利用を普及させる計画はありません。研究者覚書。に観光ラッシュの物事に有用であり得る。SCP オブジェクトを封じ込めるために1秒から過去30万年間を必要とするというのは良い例だ。二巻修復作業中に参照定点を保持することで、有意義に進行状況を記録し、深刻な失敗を再試行することができる。しかし、自然の因果関係は柔軟であるために人類の精神は有意義にそれに対処できるようになっておらず。ほんのわずかな孤立した定常因果率以上のものを生成することは二巻の完全無欠さを守るよりもむしろ傷つけてしまう。ザクツを内乱内で普及させることはない。もちろん、前回も繰り返し期間我々はそうしようとした。しかし、思考の結果に関する問い合わせは受け付けられない。タレウス、シャンク博士、二巻異常担当。やめろ。キリーマン多様体の使用によって SCP-2000 の間取りは地中まで拡張され、延べ 10km2 の床面積が得られました。前回の SCP-2000 の起動以前のシステムの構築に関する書類の原本は失われています。この現象は空間異常の兆候だとみなされてきましたが、ロバート、ボイド、トリスタン、ベイリー・ヨー博士によって多様体の入り口と現代物理学の先進的な実装の整合が結論されました。3。この、負の空間は多様体の望ましい入り口にわたって集中して放射される、粒子による非重力的な特異点により維持されています。特異点の機能不全に際して設備は無傷なまま残り、構造崩壊を被ることはありません。機能不全の直後にプロトコル、デッドユークリッド、101が実行されたならば、多様体の再創造に要する時間は10時間未満であると見積もられています。SCP-2000 の隔離された部分は多様体の不全後36時間まで操作及び居住可能であり、無期限に復旧可能です。ホイ2000、1、2の SCP、収容違反中。SCP-2000 はサイトにおける物はユニットの起動と同時に複数の SRA 及びザクツコンポーネントの機能不全に見舞われました。この事案から25日の間、物アユニットは内部の生物学的構造が原人類とは異なる人間的存在を1000万体以上生産しました。相違点には追加された寝室、完全な大指の手足、頭蓋内体積と頭蓋口の増大、及び 2.4、3.6gHP 帯域のラジオ波を放射及び受信する不明な目的のための副口内臓器の存在が含まれます。これらの人間型存在は再生中にクラス G 幻覚剤の投与を受けておらず、発育上の催眠療法も受けていません。これらすべては5週間後に死亡するまで無意識状態にあるままでした。これらの存在の SCP-2001 への分類は現在再検討中です。現時点でこの事象が SCP と SCP-2000 の越時間相互作用、サボタージュ、情報流出、あるいは非特異備品の機能不全のいずれによる直接の結果であるのかは不明です。診断プログラムによるチェックと構造的修復がスケジュール通りに許容可能なリスクを織り込んで進行中です。SCP-2000 の通常機能は、2020年1月までに復旧することが期待されます。ただやめておけ。ホイ2000、2にセクター3382において SRA ユニットを修復中、技術職員、データ削除済み、は高度に腐敗が進んだ人の遺骸を発見したことを報告しました。衣類の断片の解析から、遺骸は死後450、700年経過していることが明らかとなりました。アルト、グレフ博士の有効な財団のセキュリティ資格がそばで発見されましたが、遺伝情報の一致は得られませんでした。
以下のノートが密封されたプラスチック製ドキュメントスリーブから回収されました。我々はなぜこれを作らねばならなかったのか？いつやったのか？どれほど続けているのか？そもそも我々は知っているのか？その後の尋問でクレフ博士がこの事象に関する知識を持たず、このメッセージの目的を知らないことが確認されました。お前は普通じゃない。これが普通な。